確かに大地のハンマー、助かったであります。これで定期的に兜を叩いて形を整えないと調子が出ないのであります。ありがとうであります。お礼にこれを受け取ってほしいであります。兜もジャストフィット、絶好調であります。兜戦闘で毒にかなんじゃこりゃ。気をつけて。おお、ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。あら、久しぶり。おお、ガキども、息災か。息災って誰がガキだ。そういうところがガキだっての。まあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれは棚に置いといて。置いとくの？どこの棚？私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ、これまでの関係を仕切り直させてもらう。再び我らを従えたければ我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム。奴らをよく見ろ、だいぶ前と違うようじゃぞ。ほんと前よりずいぶんあれかもね。あれって何。ランを見ればね、仕方ないのです。あれか。だから何。そうね、なら私たちの中から一人くらいがちょうどいいかしら。ふう、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何。相変わらず察しの悪いやつじゃ。今のあんたたちだと私たち三人相手は荷が重いってことよ。だから。ご親切にどうも。さてと、じゃあだからって何。私と遊ぶ？ダイヤモンドダストで身も心も凍らせてあげるわよ。
か試してみろ。結構気にしてんだ。バトルだったな。頑張ったかな。
まあ今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。ずいぶんちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。ネブラのミラージュは解放され、時に再び動き出す。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。入り口まで戻るのか。ナインウツヒロミならすぐに戻れるのですよ。え、エリアのボスが消えた後ならその場所にリターンゲートを作れるのです。ポンなのです。ここからナインウツヒロに戻ってコーネリアの町に行けば近道ショートカットってやつだな。え、それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。いや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。のところでアイテムを補充するのも忘れないようにね。おーい、了解。